7月2日の、リーグ戦の第1試合は、タンク永井選手、野沢論外選手対武器選手、嵐選手、第2試合がドラゴンジョーカー選手、タル選手対健吾選手、天竜源一郎選手、第3試合が川上隆一選手、グラン浜田選手対タンク永井選手、高山義弘選手、第4試合が武器選手、折原正雄選手、ドラゴンジョーカー選手、ウルティモドラゴン選手の4試合の組み合わせになりました。今回このリーグ戦に出場させていただくことになりました。天竜プロジェクトさんにはすごい感謝しています。初めてこのガーディアン制のリーグ戦の話をいただいたときに、もうその相手にも大先輩がいる、味方にも大先輩がいるということで、すごく自分の中で勉強になる大会だなと思いました。そして優勝、出場させていただくからには、優勝賞金目指して、さらに経験もいっぱい積ませていただいて、経験と金を両方ともかっさらっていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。前回の大会があっての、このカードっていうことなんで、自分でも試合として成立するのかなっていう印象があります。で、第4試合、自分が見たかったウルティモドラゴン選手、ダブルドラゴンとして面白いものを見せていけたらと思ってます。優勝して自分はちょっと海外遠征しようかと思ってるんで、優勝を狙ってます。今回、水内の初めの、リーグ戦の対戦相手見させていただきました。自分は全て天竜プロジェクトの純潔、天竜プロジェクトの選手と組ませていただきますので、何が何でも勝ちにこだわって勝ちに行きたいと思います。最後9月優勝して100万を取って、9月以降の水内にこれでもかというぐらいの選手を呼んで、さらに水内を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。おい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 、お前せっかくよ、ブードゥーマーダーズがこの天竜源一郎からラブコール受けて出たるって決めてんのによ、お前いざお前出るって答え出したら、お前このカードかわい、あ、まあ俺とおじきを戦わせるっていう目的なのか知らんけどよ、ああまあ俺らブードゥーにはよ、いろんなお前爆発踏んでるだけやってよ、いろんな引き出し持っとんねん、どんな状況にも対応できる引き出しはいろいろ持ってるからよ、まあこの試合もそれなりに俺は楽しみたいと思ってるけど、まず俺天竜お前に約束してほしいことがあるのか。このリーグ戦、まあおじきも言ってたけど、俺が優勝したら天竜お前ブードゥーマーズ入れよ。それからもう天竜プロジェクトっていう名前も改名して、健吾プロジェクトっていうのはどうやな、あ男らしくも約束してくれよ。俺の腰は弱くなったのかな、この二人やろ。約束してくれへんかな、ブードゥーマーダーズに入るってことよ。入っとるよ。聞いたかおい。お前は立ってな。おう。しっかりした試合やるよ。よし。聞いたな。しっかり書いとけおい。俺が勝ったら天竜源一郎はブードゥーマーダーズに入るぞおい。
どうぞ座ってください、天元さん。止める止める止める。それから、優勝したら賞金が100万円もらえるって聞いてんねんけど、まあきりて俺らからしたらよ、100万円ってまあ1000万ならまだしも、100万円程度でまあ喜べって言われても、俺らからしたら小銭みたいなもんやからよ。まあ100万取ったら、はい、別に狙ったっていいだろ。100万取ったら皆さんの前で燃やそうと思います。以上。今回、こういうのトップリーグを出させてもらうことになりました。まあ、間違いなく僕がこの中でトップクラスであり、一番強いのは、まあ、僕がよく分かってる、みんな、まあ、ファンの人もよく分かってると思うんで、まあ、正直ね、なんかブードゥーマーダーズなんでなんでやら、もう正直僕には興味ないんでね。まあ、僕の興味あるのはこの連中じゃなくて、そのガーディアンって呼ばれるベテランなんで、特にまだ試合したことない折原さんと天竜さんと試合してみたいですね。まあ、これが大日本っていうのもちょっと教えなきゃいけないので、一発かましてやりたいなと思ってます。すごい楽しみにしてますね。お願いします。主催者に対して言葉は扱いが全然なってない、あの若いあちゃんたちに、本当にもうちょっと元気になったら一発、あのそこ の倉庫の裏に連れ出して勝ち越してやりたいと思ってます。これはあの俺のギャランティーとしてちゃんとあの皆さんに聞いておいてもらいたいと思います。それとあのまあすごく大会としては、若いあの水地の人たちとベテランがいるという組み合わせで、なんか面白い企画だなと思うのはまあ事実ですね。だからそれと、とりあえず説明するよりも試合を見に来ていただいて、あ、こういう手法があるんだなというのを見て理解して納得して、大会を楽しめる、新木場大会だと思ってます。反省して一言言うためには、まあ、ガーディアンとして僕も当然試合をこれから、していく可能性があるので、そういう意味ではさっき天竜選手が言ったように本当に楽しみでもあるし、これからプロレスを担う選手がどういう動きをしているのかっていうのは見たいですね。まあこれからのプロレスの本当に衰退に関わる問題ですので、そこら辺はまあ要するに、まあ、プロとして監査役として十分チェックして、でまあ、いい選手がリーグ戦で勝ち残っていって、まあ、優勝してもっと上を望むような、ね、選手が育ってくれることを願うし、ね、本当にそういう意味では本当に面白いリーグ戦だなと思います。